おはようございます。パンクロック TV です。本日は休日ということでね、パンクロック TV の朝ごはんですね。セブンイレブン、今日は、セブンイレブンはね、よく行くんで結構リピーターっすね。んでね、とりあえずカフェラテはね、必須ということでね、僕にとって。んでこれね、たまにちょっと贅沢なんですけどね、少し高めなんですけどね、310円、税込み334円、シーザーサラダっすね。これね、うまいんですよ、このクルトンね。で、このシーザードレッシングで、このベーコンね、混ぜ混ぜして食べますね。これよく買います。休日にちょっとね、プチ贅沢ということでね、高めのサラダ食べますね、いつもね。はい。んで、なんかね、ちょっとね、デザート系ですかね。これパンっちゃパンなんですけど、ベイクルプリン、これもプチ贅沢系な系のね、ちょっとね、いただきやーす。とりあえずね、カフェラテ、ちょっと朝一なんでね、ちょっとひげもね、ちょっと生えっぱなしでね、申し訳ないんですけど、もうちょっと軽くね、雑談しながらになっちゃいますけど、プーチン戦争やめろよ、お前。この野郎、いい加減にしとけよ、お前、ほんとって感じですかね。日々思うことは、あとは仕事をね、ちらほらとね、やっていくだけかなっていう、ごくごく平凡なね、パンクロック TV でございますけども、とりあえずね、このシーザーサラダいただきやーす。ちょっとこんなとこでね、ごちゃごちゃしてるんですけど、ここね、ほぼ作業場兼物置的なね、ここにちょっとね、整理していかなきゃいけないんですけどね。作業場って言っても大したことやってないんだけど、このシーザーサラダ、クルトンがね必須でございますね。必須でね。このね、シーザードレッシングちゃんがね、味噌だね、味噌って意味で分かりますかね。大事ってことで、大事、これかけなきゃ始まんないってことで、朝一なんでね、テンションもちょっと微妙なところなんですけど、こんなもんですよ、朝って。休日の朝ってこんなもんですよ、皆さんね。ちょっとね、こんなところで食いたくないんだけど、ここしかねえんだよ、俺には。ここしかねえんだよ。恐ろしいな、プーチン、あいつは本当に。こんなこればっかりや、最近もう。ちょっと悲惨だよな、あいつね。政府ってなんだろうな。このシーザーサラダ見てごらんよ。こっちさ、いろいろ絡めてさ、成り立ってくのよ。いいもんつうのはさ、いいもんつうのはね。なんでそんなさ、一つにしようとすんのよ。一つの色にしようとすんのよ。理解できんわ、俺には。なんでもそうだよ、仕事も。いろんなものがね、一つにね、いろんな個性が混ざり合って、いいもんができるんだからさ。間違えよ、プーチンの今の仕事は。俺はそう思うわ。そう思うでしょ、みんな。日々日常考えてみてよ。いろいろさ、協調し合ったりさ、いろんなことをさ。いろんな考えはあるよ、そういう人、そうだよな。
ねえんだこれ。これ混ぜ混ぜしてさ、クルトンとベーコンがね、クルトンとね、このベーコンと野菜を一緒に食うわけよ。うん、サクサクしま、うん、そうだな。まあいろいろあるわな。うん、ほんのこりさ、とりあえずねレビュー的な感じなんで、セブンのね、ベープルプリンもね、ちょっと早めにちょっと味見してきますわ、うん、いや、こんな感じだね。うん、なんか今川焼き的なね、形はね、今川焼き的なね、うまっ、ね、なんかもうやべえけどさ、ヒゲとかうめえよこっちは。いやー世界平和だけどね、ちょっとすする君みたいになっちゃったけどね、最後ね、うん、スル TV ね、ズルズルね、ズルズル知ってますね皆さん、ズルズル、はい、スル TV ってね、元気ないけど俺にはそんな元気ないよ、スル君みたいな。うん、やめときゃよかったな今な。ねえ、スル TV とかね、無理だ、無理、人のものを奪うのはいけない、うん、いけません、うん、これうまい、そう、甘いもの好きな人はね間違いねえよ。あ、これうまっ、これ買ってよかったってことで、バンクロック TV の朝飯でございました。では